南城町は香川県丸亀市の町町郵便番号は七六三のゼロゼロ四六。丸亀駅の南西、丸亀城の北西に位置する。コンピラ街道が町の中央を南北に通っている。かつては南城町の東端部を丸亀城の外堀が通っていた。丸亀城近西には丸亀平野北部の亀山に丸亀城が築かれ、瀬戸内海に面する北側に、 城下町が形成された。丸亀城の北西、城下の西端に上下の南城町が位置していた。天正15年8月、豊臣秀吉の許しを得て、生駒正鹿が、佐抜帰国の領主として、生駒市入法なる。生駒市時代の慶長6年にはまず極所町、北平山町、西平山町などが形成され、生駒市の時代に町割りとして上南城町と、 下南城町も形成された。その後、官営18年9月、丸亀藩の前身である西佐抜領主として、山崎家春入法し、丸亀藩の地政学的な基盤が整う。万寿元年2月、京国工事が将軍家綱より、丸亀城と五万国に加え万州達の領内一万国の領地を約束され、同年5月5日に、 丸亀城に入城し、京国市入宝となる。京国市入宝直後の戸口は、上南城町が焼かず 38, 人数397であり、下南城町が焼かず 45, 人数405である。山崎市、京国市の時代に、複数の寺が建立されており、法恩寺、総泉寺、琴吹里寺院、玄花奈寺、本寺寺寺がある。万寺年間に描かれた、 城下図には上下の南城町の部分に寺屋敷が記されている。一方で北平山町にも寺屋敷が廃されており、丸亀城下は東西に寺町を有していた。江戸時代後期の丸亀城下は、ことひらぐる三景客で賑わい、港から上陸した三景客は南城町や農人町の通りから中府門を通って、コンピラ街道に入った。ことぶき北側には、 下南条町が南側には上南条町が位置し、それぞれの中央部をコンピラ街道が貫いていた。下南条町は商業地として発展し、西側の広い区域を寺院が占めている。下南条町の北側は横町、東側は四枠町、南側は上南条町であり、西側は中郡地方村であった。 上下の南城町はいずれも小町と総称される町の一つであり、生駒市時代に成立したとされる。丸亀市市によると、生駒市が丸亀城下を建設した際、あの郡南城から住民を移住させたという。万事年間に描かれた城下図では、通りの西側が寺屋敷となっており、琴吹里市院、宋泉寺、本寺市寺寺寺法恩寺が描かれている。法恩寺には、 家人の井上通助の墓所がある。生産不死によると、個数は94個、人口は260人。1871年時点の面積は4670坪余りだった。明治初期には、総泉寺内に南城小学校が置かれたが、後に浜町の亀湾小学校に吸収された。1884年には、高松市にあった芝居小屋。 朝日座を集築して、法恩寺の東側に芝居小屋、エビス座が建てられた。エビス座の初演は二代目、中村若衛門と、実川延三郎一座のコンピラリ小を恵比エビス座は、その後1924年まで存続したことが確認されている。上南城町の東側は外堀であり、外堀を挟んで、一番町、二番町があった。西側と南側は、 外堀と水路であり、それらを挟んで中郡地方村と農人町があった。上南城町から農人町に及ぶ広い範囲に原価なめ地があった。南北の通りの南端部には、明和元年には南城町と農人町の工事で混流された城野島がある。生産不死によると、戸数は72戸、人口は238人。百七十二年には、 原価なめじに丸亀教皇の文校が置かれ、学生発布後には第三小学校となったが、後に総泉寺に移って南城小学校となった。1878年には下南城町と上南城町が合併して南城町が成立した。丸亀町の中の一町となり、1885年まで西組に所属した。寺院が多かったこともあって、明治初期には、 丸亀小学校文校や中郡多度教立亀、山中学校が置かれた。1888年の個数は144戸人口は547人であり、職業別では、商業283人、工業18人、造業246人だった。1890年の町村政志向によって、中郡丸亀町が成立すると、南城町は、 丸亀町の中の一町となった。1899年には丸亀町が市政施行して丸亀市となり、丸亀市南城町となっている。1915年には丸亀市役所が浜町から南城町に移転し、琴吹里市に仮庁舎が置かれた。1940年に恵比寿座の跡地あたりに丸亀郵便局電話分室が置かれた。後に、 丸亀電話局となる。丸亀電話局は戦後に丸亀電報電話局となりさらにその後、丸亀市二番町に移転した。南城町の電話局跡地の建物は現在もテナントビルとして活用されている。昭和40年代には国鉄丸亀駅と国道11号をつなぐ道路が完成した。 1950年と1951年には中郡地方庁の一部を編入している。1952年の世帯数は162個、人口は628人である。1980年には西本町と幸井町の一部を、1981年には行政町の一部を編入している。1981年の世帯数は107個。 人口は299人である。ありがとうございます。